ビルホロドドニストロフスキー、通称ビルホロドは、ウクライナ南西部オデッサ州のブジャク地方にある都市、ビルホロドドニストロフスキー地区を構成する。都市は、紀元前4世紀に成立し、15世紀に完成したアッケルマン要塞を要する要衝であった。都市の支配者は、幾度も交代し、彼らは自身の言語で、白い街などを意味するそれぞれの名で呼んだ。2021年、 の人口は約4万8000人。ビルホロドドニストロフスキーは、国会からドニエストルリマンを1 8トル入ったところに位置する。州都デッサとは、高速道路 H33 号線を経由して8 1トル離れている。現在のビルホロドドニストロフスキーに相当する都市の名は、変更が繰り返されている。その他、多くの言語により、白い街、 または、白い白の意味で訳されている。その中には、ブルガリア語、ガガウズ語、アッカーマン、ポーランド語、ビアオーグロットなどネストレム、トランシルバニアザクセン方言、ウォレキシャバイセンバーグ、ハンガリー語、ネジテルフェレバー、ヘブライ語、を含む。なお、ドネストルフスキーは、スロボダ・ウクライナにある語源の、同じ都市と区別するために加えられた。 国会北部沿岸に建設された古代ギリシアの植民都市紀元前4世紀ドニエストル川に挟まれた島にミレトス人がを建設した。ほどなくスキタイ人の農耕民族によりデュラスが発展した。やがて両都市の違いはなくなり人口は混ざりスキタイ系ギリシア人による新しいコミュニティを形成した。またこの頃の海面上昇によりは水没し、 都市は、デュラスに移った。紀元107年、ローマ帝国がダキアを征服してドナウ川に達し、ドナウが国境となった。デュラスは、ローマの前哨基地となり、アルバユリアに改名された。238年、アルバユリアは、ゴート族に奪われた。ゴート族は257年、この都市で海賊行為のための船を建造し、ローマの領土を攻撃し始めた。 371年、大勢の紛族が、ゴート族やスキタイ系ギリシア人と同盟して、アルバユリアの城壁に集結した。戦いの最中、紛族は城壁の門を突破した。376年には、ローマ皇帝が20万人を超える、紛族のモエシア及びトラキアへの定住を認め、これによりローマは、ゴート族による崩壊を免れた。 紛俗の征服者はこの思わぬ交流に感謝し、都市の歴史的な名前をおおむね残した。しかし、征服した都市には、紛俗に混じって、スラブ人が住んだ。3世紀後、それらの都市は、アスパルフの根拠地となった。アスパルフは、スラブ人の7つの部族を征服し、680年には、オングロスの戦いで、ビサンチ帝国軍を破っている。翌年、 ビザンツに認められることにより、第一次ブルガリア帝国が成立した。その後、この地に、東、スラブ系のチベル地族が都市を形成した。彼らは、廃墟から都市を再興し、主な建造物が石灰岩で作られていたので、白の町と呼んだ。アッケルマン要歳9世紀は遊牧民であるウーゴルが、国会北部沿岸に到達したことが、特徴的である。彼らは後に、 ペチェネグに置き換わった。遠く離れたキエフでは、これが初め生還された。907年には、キエフ大公オレグにより、ルーシュビザンツ条約が締結され、チベルツィも同様に、ビザンツと通称を得た。コンスタンティノープルはこれに対して、915年にビル、ホロドで、ペチェネグを先導して、じわじわ対抗した。城壁と住居は、無事だったにもかかわらず、 住民はビザンツに捕らえられて人口は半数未満となった。1241年、ビルホロドはタタール人に奪われた。彼らはクマン人と同じくトゥルク系民族だったので、トゥルクの言語で、と呼んだ。しかし、タタール人はこの地に長く留まらなかった。というのも、1288年には、ジョチウルスの王族の害が、他のチンギスカンの勢力と戦うための資金を得るため、 町をジェノバ商人に気前よく引き渡したからである。この頃、地名は何度か変更されている。1362年、反抗的な住民が若者や貸金業者を追放してから、町はマベラ・カストロと呼ばれた。1395年、ティムールとトクタミシュの戦争中、町はオスマンのアミールの指揮下にあったティムールの前衛部隊に占領された。ビルホロドは、 地域の経済で重要な地位を占めた。町では工業が発展し、造兵や有用な攻撃が行われた。14世紀末、ビルホロドはモルダビア港の手に渡った。この都市の総資権はハンガリー王国が持っており、モルダビア港はその名城であった。港は城壁を復活させ、また増強させることに力を注いだ。 城壁の石には1399や1432と刻まれている。城壁はファイという建築家の手により1482年に完成を見た。城壁は長さ2キロメートルで26の塔が並んでいた。うち12が攻撃用、14が防御用で幕壁投資をつないだ。要塞の東、西、南側は堀であり、当初は幅1 4ル。 深さ21メートルであった。堀の底は河口の水面より3メートル低かった。堀は河口に達し、そこには水門が設けられていた。危険に際しては水門を開き、堀は水で満たされた。要塞には外部との連絡のため、二つの出入り口が設けられた。メインのゲートは二階建ての塔の横にあり、二つの門と二つの鉄格子と一つの跳ね橋を備えた。 もう一つのゲートは加工に、続き、要塞の各部をつなぐように別の四つの門が設けられていた。キリア要塞とともに、この要塞は、勢力を拡大するオスマン帝国のスルタンに立ちはだかる重要な要塞となっていった。例えば1420年、オスマンの艦隊はこの都市の攻略に挑むが、かなりの損失を受けて退けられた。1475年、 モルダビア公主テファン三世の率いる三万の正強な軍がチェタテア・アルバに侵入した。スルタンバヤジと二世は、この都市をモルダビアだけでなく、ポーランド・リトアニア共和国への玄関口として重視し、1484年にオスマン人30万、クリミア・タタール人5万、ワラキア人別動隊からなる異例の大軍を集めた。陸と川口から包囲されながら救援もなしに、 都市は8月1日から16日まで持ちこたえた。モルダビア軍2万のうち生存者はわずか200人であり、4000人は奴隷として売られた。グレゴリオ歴1792年のヤッシーの講和により、ロシア帝国がオスマン帝国から獲得した、ロード1812年のブカレスト条約により、ロシア帝国がオスマン帝国から獲得した、ロード1574年、 オスマン領となった都市は、ウクライナコサックのオタマーンであるファイ、率いる艦隊に攻撃された。それまで、このオタマーンは、オスマンとの戦争においては、モルダビアのヨアンボダユカン港を支援していた。この予期せぬ攻撃によってコサックは重要な港を手早く占領したが、要塞を確保することはできなかった。1614年春。 アッケルマン近郊で反抗的なヌーレディンの写ギ儀礼とが戦った。ベグが勝ち、写ンはまずキリアに、ついでイランへ逃れた。ブジャクオルダを形成したタタール人は占領地域を統治するためにアッケルマンに移住した。この地は皮肉っぽく、しかし明確にケルマーン、あるいは悪者と呼ばれた。有力なイスラム神学者のはアッケルマンで生まれた。 オスマン領となった、この地で1637年3月9日、ヘトマンのパブロ・パブリウク率いるコサックの分離を支援していたイナイエト・ギレイはクリミア・オレダを派遣し、侮辱・オレダを破った。4月から5月にかけて、クリミア・タタール人は、ハーンの支持者に対し、裁判官と息子たちを連れて、オスマンへ逃げた、ミルザのハーンってミールの引き渡しを求めて、キリアとフェオドシアを包囲した。 ブジャクオルダの生き残りはクリミアへの移住を命じられたが、ノガイが付近で反乱を起こして、カルガとヌーレディンを殺害し、地元、アッケルマンへ戻った。1787年からのロット戦争の最中である1789年に、アッケルマンが占領されていた時、ロシア帝国の注意ビクトル・アマデウスが名を馳せた。1812年のブカレスト条約により、 ドニエストル川とドナウ川に挟まれた領域がロシアの手に渡った。ブジャクトノ外のタタール人は当時のロシア領タブリダ県に追放され彼らは薬病により荒廃していた土地に散らばっていった。入れ替わりにブルガリア人、ガガウズ人、ドイツ人の開拓者が再び住むようになった。その後アッケルマン要塞は軍事上の重要性を失った。年には 戦略的対象としての登録を外れ、1859年には、市当局に移管された。さらに、ベッサラビアとノボロシースクの州知事、アレクサンドル・グリゴリエヴィチ・ストロガノフはロシア蒸気船、高校貿易会社に、不当の建設のために、城壁の石灰石を使用する許可を与えた。ただ、採石場から石灰石を運搬する方が城壁を、 解体するよりずっと簡単という事実が判明し、要塞は完全な破壊を免れた。ナチスドイツに対する勝利の記念日都市建設2500年の記念切手1998年ウクライナ人民共和国の分裂により都市はオデッサ地方の一部となった。ウクライナ独立戦争の後、アッケルマンを含むベッサラビアはルーマニア王国領となった。1925年、 チェタテア・アルバと呼ばれることとなった都市は王国の主要都市となった。しかし、第二次世界大戦の期間中、この都市は再び、ロシアに代わって成立したソビエト連合領となり、1944年8月9日の最高会議幹部会の命令により、都市はベルゴロドに改名させられた。ベルゴロドドネストルフスキーは、リマンスキー地区の中心都市であった。 1975年1月20日、村、村、村議会の国営農場、6月28日が保有する住宅団地がベルゴロドに編入された。同年1月23日、オデッサ州議会の執行委員会は村の一部を村に編入した。1999年、ビルホロドは建設2500周年を迎えた。ユネスコは ビルホロドを世界で最も古い都市の一つと認定した。2002年、ビルホロド市化が承認された。2003年7月9日、ビルホロド市の面積には、村の管理する53.4ヘクタール、ビルホロド地区村の195.51ヘクタール、地区議会の直轄地26.52ヘクタールが含まれていた。市の土地4.11ヘクタールが村移管され、 市の面積は1910.32ヘクタールであることが承認された。ウクライナの2015年4月9日の法律、共産主義者、国家社会主義者による全体主義体制への避難及びこれらのシンボルの宣伝の禁止についてに従い、2016年2月16日からビルホロド氏の有名な人物及び、事物の永続化に関する地名命,命名委員会が開かれた。 その議定書に基づいて、同年2月19日、市長は、命令、市の通り、路地及び交差点の解明についてに署名した。例えば、レーニン通りは、ミハイリフスカ通りに、ソビエト通りは、セイギオルギオス通りにそれぞれ解明された。ユダヤ人の資料によると、この都市はバイセンブルクあるいはイールラバンと呼ばれている。 カライ派のユダヤ人は16世紀から住んでおり、10世紀にはハザールのユダヤ人が住んでいたという説もある。1897年のユダヤ人口は、ビルホロド総人口の19.9%にあたる5613人であった。このユダヤ人コミュニティは、主に近隣のオデッサのユダヤ人コミュニティから影響を受けてきた。 1905年のポグロムでは、この都市に住む8人のユダヤ人が殺害された。第二次大戦中は、ユダヤ人のほとんどは、オデッサに逃げた。この時市内に残った700人のユダヤ人は、近くのレマン川で銃殺された。およそ500人が戦争を生き延び、その約半数がビルホロドに戻った。ビルホロドの地域は温暖な大陸性気候である。 ティッペンの気候区分は出順大陸性気候の DFB で d f に近接する。晴れの日がかなり多く、年間290日以上ある。最短月は7月で、夏の平均気温は20、摂氏22度、最高気温記録は摂氏40度である。最寒月は1月で、冬の平均気温は低、摂氏1度くらいである。1808年のデータでは、 アッケルマンの人口の3分の1以上がアルメニア人であった。2001年の国勢調査によるとビルホロドの人口構成は以下の通り。2020年時点のビルホロドの人口は約48,700人であった。ザトカ基礎自治体としてのビルホロドドニストロフスキーを構成する行政区画は以下の通り。ビルホロドは オデッサ州の工業都市の一つであり、年間生産工は平均に置くフリブニャである。市内には24の工業会社がある。市営の印刷所を除くすべての企業が民営化されている。主要産業は医療機器、食品、機械、プラスチック製品、コンクリート建材である。市内で最大の企業は、で、市内の生産工の60%を占める。 1994年まで高分子素材を原料とした医療機器の分野ではウクライナ唯一の企業であった。ビルホロドドニストロフスキー駅ビルホロドの交通の施設としては鉄道駅、海上貿易港、自動車交通がある。郊外列車がビルホロドドニストロフスキー駅とオデッサ中央駅の間を1日3便運行されている。その列車はビルホロドの住宅街にある。 ティラ駅にも停車する。市民の一部は、オデッサに通勤、通学し、1ヶ月の定期券を購入している。2017年12月まで、ビルホロドも経由するオデッサイズマイル、ベレジネカンの旅客列車があった。2016年9月23日からは、首都、キエフイズマイル、ベレジネカンを結ぶ、夜間高速列車、ドナウの運行が開始された。ドナウ号は、 ビーンヌイツやジュメールインカ、ポディリシクを経由する。ビルホロドチェルニウチー間の列車もある。ビルホロドドニストロフスキー港はこの都市のもう一つの玄関口である。港はドニエストルリマンの中、国海から 14km の距離にあり、ほぼ通年営業している。港を利用する船は海峡を通過する。この港は、 積載量5000トンまでの船を受け入れ、同時に後6隻、年間300万トンの荷物をはける。港の設備により、化学薬品や危険物を除いたすべての貨物を扱える。市内の道路輸送は8社の輸送業者により担われ、内5社は旅客輸送に特化している。国際輸送も提供されている。市内の旅客輸送には58台。 郊外及び都市間輸送には176台のバスが運用されている。ビルホロドの通信サービスはウクルテレコムの第一通信センターによって提供され、市内の通話サービスの加入者は2万400人である。モバイル通信は市の全域をカバーする。聖母非正天アルメニア協会二千十九年九月十七日、ユネスコはアッケルマン要塞を含む遺産群。 チーラ・ウィルホロド国会からバルト海への道を世界遺産の暫定リストに加える決定をした。ユネスコのウクライナ代表部はユニークな遺産の集合体で普遍的な価値があり、正式な世界遺産リストへの登録を目指すと述べた。アッケルマン要塞は同年8月の大雨で複数箇所が破損し、オデッサ州の当局は修理費用が2150万フリブニアになると伝えた。 その他の建造物は以下の通り、ウクライナ名誉スポーツマスター、ワシル・ロマチェンコ。ありがとうございます。